なこと聞いたら縛り上げますからね。着る人の魅力を引き出すように意識することです。え、一つだけに絞れた？ぐぬぬ、王子様衣装です。やってみましょうか。じわかりません。じっと見てたら妙な気分。香織さんの服装、土地柄が出ていて素敵ですよね。かりんさんの季節行事の衣装は私が作ってます。二人とも実は頑固なんです。でもそれがいいんですよね。来たければまたライブに来てもいいですよ。来てくれたら嬉しいとかじゃないですけど、レイ様のためならたとえ火の中、水の中です。素材集めですかね。また手伝ってください。なんでそんな嬉しそうな顔。バイトですよ、バイト。それじゃあ明日もバイトお願いしますね。